多分幼稚園の頃に、鉄腕アトムのコミック本を読みまして、でロボットを作る科学者になりたいなと、で就職しようと思ったらバブルが弾けて、やっぱり好きなことを仕事にしたいなと、で、京大の工学部に入り直して、でその時に、まあ、僕はもともとね、そういうものづくりに興味を、まあ、持ったきっかけでもあって、でものづくりの究極でもあるロボットの道に進もうと思ったんです。そもそもロボットの作り方を教えてくれる学校ってまあないわけですよ。大学って別にロボットの作り方を教えてくれる場所では当然なくて、まあ新しい分野なんで、結局じゃあどんな構造にするか、どんな材料を使うか、何もこうないわけですね。勝手に自分で適当に考えて作り始めましたね。作ってみたら思ったよりこううまく動いたので、で京大の中にあった特許相談室のところに持ち込んだら、じゃあまあ特許出願しようと、出願したら、メーカーに売り込みに行こうみたいなことになって、でおもちゃになったりして、学生ベンチャーっぽいことをしてましたね。ロボット儲かりそうやねと思って始めたけど決してないので、でいや大体儲かりそうやと思って始める頃にはみんなそう思ってるわけで、それは若干遅いのかなと。それこそスティーブ・ジョブズさんだろうが、ね、ビル・ゲイツさんだろうが、イーロン・マスクさんだろうが、こうなんちゅうか儲かりそうやなと思って始めたっていうよりは、もともとやっぱり純粋に好きでオタクとしてそれを勝手にやってたら時代がそっちに来て、まあそれを他のオタクより早く気がついたんで、うまくビジネスに乗っけるための行動を起こしたと。まあベンチャーにとって一番足りないのは信用なわけで、それは大学に入っているということで、まあなんといっても一番大きいのはそのインキュベーションを作ってもらってですね、そこに入、まあ、第1号として入居できたことですね。経営的にとか、ね、あと人としてとか、まあ、だけじゃなくて技術的にも何かその一定の信頼を得られるわけですね。なんとなくまあ京大のベンチャーが作ったもんだからすごいもんなんだろうみたいなそんな安直な、なんていうんですかね、あれがありました。結局その今我々が使っている情報端末でも全部ね、このスマホなわけですよね。これが飽和してしまっていると、これはこれで素晴らしいものなんだけど飽和してしまっていて、そうすると何か新しいものを作らなきゃいけないし、もうこの画面の中で何かを考えたってイノベーションなんて起きようがないわけで、そうするとこれをもう取っ替えなきゃいけない、この次の世代に行かなきゃいけない。僕はそもそもこれが成功してるっていうのはこうタッチパネルとモーションセンサーだと思っていて、そのインターフェースをまあ劇的に変えたと。もう一つ期待したのがその音声認識だったわけですけども、これをみんな使ってくれないんですね。音声認識をみんながベラベラ使えばもっともっと個人情報が取れて、そしたら新しいサービスがどんどんこう返せたはずなんですけど、これを使ってくれなかったっていうのが誤算で、単純にこれが四角いから喋りたくないんですよ。こいつに喋るのってなんか気持ち悪いよねみたいなことで、ということでこいつに何か擬人化できるような人なり動物なりの形を与えてあげれば人は喋るはずだということで、もう手足頭をつけてこうしてしまいました。社会を良くしようとはこれっぽっちも思っていなくて、誰かに喜んでもらいたいともこれっぽっちも思ってないですと。それは自分が何かで成功して後から恩返しとしてやりゃいいことであって、僕のモチベーションは僕が欲しいまだ見ぬロボットを見てみたい、所有してみたいっていうことですね。僕が欲しいものを作れば少なくとも僕が欲しいものはできるし、そうするとね、同じ感性を持った人には支持してもらえると。